はようございます。茂木耕作美空研究所、今日は12月28日ですか。おはようございます。皆様いかがお過ごしですか。もう仕事納めっていうのは明日なのかな。今日の人が多いんですか。明日なんですか。30までやるんですか。はい、改めまして砂塚森田さんおはようございます。森本茜さんおはようございます。山本健太さんおはようございます。清水信之さんおはようございます。寺吉由香さんおはようございます。中村周平さんおはようございます。山田裕人さんおはようございます。中島明さんおはようございます。佐藤直君おはようございます。昨日急にさ、みんな揃いましたね、スタイフが。なんかいいね、あれ全員揃う日って嬉しいですね。あれはまあ明らかにこう全くんのおかげでしょうね。あんなん言われたらやる気出るよな。いや、やろうかなって思いますよね。まあ続けることも大事なんですけど、今までやってなかったことにチャレンジするっていうのでいくと、身内びいきですね、友人さんの。多分やってなかったことにチャレンジするの中でもそれなのっていう部類かもしれないけど、僕はめちゃくちゃ大事だと思ってて、最近特に何なんですかね、自分のこととか、身内、自分の我が子のこととか、家族、親戚ぐらいまでですかね。なんかそのあんまり自分の身内側のことをなんていうんですか、まあ自慢してもいいし褒めてもいいし、素晴らしいと思ってれば素晴らしいって言えばいいし、感謝してるなら感謝してるでいいと思うんですけど、あまりなんかこうそういうことをどこもかしこも言うのが普通っていう文化でないのはなぜなんだろうなと思って、身内びいきコーナー作ったりしたんですけど、なんかその、まあ、一番その最たるところは自分のことですよね。自分のことをよく言うよりは、いや自分なんてって謙遜に当たるんですか。謙遜に当たること自体は何だろう。謙遜すること自体は別に何の悪いことでもないんですけど、まあ俺謙遜したらその回数分だけか、もしくはそれ以上に、自慢した方がいいかなっていう。自慢した方がいいんじゃないっていう。でまあその受け取り側にもよるかもしれないですけど、僕らはやっぱ自慢聞きたいですよね。なんか昨日の友人さんの、息子自慢でしょ、まあお友達に日本代表の矢野龍太郎くんがいるとかの自慢なのかな。あとは何自慢、娘自慢か。まあでもそのまあとにかく全体としてこうかいい家族に恵まれてありがたいっていう話だと思うんですけど、多分普段されないことをやれた、いや話したと思うんですよ。その普段そんな話をしないことだけどしてみようと思って話してみたら、まあ最初は息子さんの自慢だけをしようと思ったら、娘さんも出てきちゃったっていう。
お優しすぎるよ。いや娘さんの話が俺はすごい良かったな。息子さんのところまではあのま前もね一回ちょっと聞いたっていうのもあったけど、やっぱりすが素晴らしいんだなと、あの走る姿が前田大然のようだと前田大然選手のように走り回ってサッカーをしていることに、まあ何ですか、父としてまあとてもなんか嬉しく感じているというね、自慢っていうよりかは、でその思いを日本代表に入った矢野龍太郎くんも同じく抱いていて、まあ友達付き合いとしてね、こうまっすぐ見てくれてたっていう、いやそれが本当に嬉しかったっていう、まあなんていうんですかね、オチのいらない話っていうか、聞いたらそのままそれだけで気分がいいよねっていう、多分本人がすごく嬉しいという感情自体が本物だから、聞いてて聞いてる側はもう本当なんていうか安心して聞けるっていうか、嬉しい気持ちが伝ってきて、中身がどうであれとにかく嬉しいんですよ聞いてれば。で娘さんの話もそうなんですけど、いや本当優しい子だなって父として思っているっていうエピソードじゃないですか。でそれがこう、話す予定じゃなかったから、まあ話す説明の順番とかわかんないですよ、そのもっと綺麗にあのリズムよく話すこともできたかもしれないけど、思い出しながら喋ったら、そういえば娘がこういうことあって、あれは心地よかったですね。リズムとか話のうまさとか関係ないですよね。つぶやきでいいんですよ、つぶやきでよくて、気分よくめちゃくちゃこうなんか幸せな感じで思い出してつぶやいたら、あその幸福感が聞いてる人にも伝わってくるという、あれ得しかないと思うんですよ、身内のことに関して。あれなんでしなかったんでしょうっけっていうくらいめちゃくちゃいいよ放送だよね。いやあれ誰が聞いても誰ももちろん傷つかないし、聞いてて面白くない面白いという軸ではないよね、気分がいいっていうことだからさ、そのなんていうのかな、よほど大きな大それたエピソードである必要もなければオチとか必要ないし、展開とかも特にいらない話の構成とかも関係ないと自分がこう身内にいい人間がいるということをただそのまま伝えるだけの話だと思うんですけど、いやいいですねっていうとしか言いようがない感想になると思うんでね、あれはもっと増やした方がいいよね。あの流行らないかもしれないけど、僕はなんかそのいやうちの息子なんてっていうよりは、あのいやうちの息子はこういうことがあって本当に良かったなと思ってます、俺は本当にああいう姿見ると良かったなって思うんですよって、それはねなんかそっちを増やすべきだよね、べきとか言うほどのことなんでしょうか分かんないけどいやなんかでもちょっと強く思ってるんですよ僕は、あの自分とか自分の家族とか、まあ近しい人ですよねをよく言う、よく言うっていうね、なんかそれしただけでさ、まあもちろん聞いた本人に届くかどうか、あの話された側の本人にどう届くかは分かんないけど、まあ本人にとっても別に悪いことなんもないでしょうし、
本人の周りの誰かに伝わる話としてもいいことしかないでしょうし、喋った側だってさ、いい気分だよね。いいこと話してたから。で、全然その赤の他人で、赤の他人っていうか、まあそんなに近くない人が周りで聞いてて、あんなにいい気分になれるんだから、でもプラスしかないじゃんっていう本当よかったな。昨日の友人さんのつぼ焼きは、あ、今までの回っていろんな回ありましたけど、友人さんのね、その深く掘り下げる回とか、思いついてそのまま今日あったこと話すみたいなのもありましたけど、フリートークの中であれが出てくるって、まあよっぽどその思いが純粋なのもあっていいと思うんですよね。あの用意してない感じが、それはまたいいんでしょうね。あとだから、あれ、あかねさんとかがさ、善が優しい子だなとかって投稿してくれるじゃん。本当にこういうとこがいいよなって。まあ確かに善が優しいことはみんな知ってるんだけど、改めてお母さんがこういうことあって、善の一言の声かけが本当に優しい子だなって思いましたっていうね、なんかその投稿あったことありましてね、あれも改めて聞きたい一言だったんですよね。めちゃくちゃいいなと思いましたよね、うん、親が息子が、親から見て息子が素晴らしいとか優しいとか頑張ってるとか、めちゃくちゃこう、もっと増えた方がいいよねなんかね、そういう話が、周平さんもね、あの、新宿のことちょっと喋ってましたけど、まあ、その新宿のことは何だろう、直接新宿がすごい、うん、ではなくて、新宿くんが、まあ、こういうこと苦手だけ、こういう食べ物は苦手だけど、まあ、こうなった方がいいんじゃないかなって思っているから、ボニーク買いましたっていうまあれもいいよね、あれもいいよな、なんか、あそこに思いが現れるというか、ボニークいいな。あの、僕はね、ボニークね、あの、ああいう良いともう分かりきってるものはすぐ買いたいんですよ。ですが問題を置く場所をある程度取るものなんで、あの、僕の一存で買えないっていうそこの一点だけですね、まあ今のところそうですね、ボニークを使わなくても、いや本当に毎日手料理してくれるんでね、妻がで、まあ僕がすることもありますけど、まあでもそうなんだよね、お肉の半分のあれとしてはやっぱりそのテーマの部分だと思うし、だから食洗機を買う買わないとかも、その家庭のサイズ、そのキッチンのサイズと、お皿を洗うという時間に対する余裕のあるなしとか、まあ、それ次第によるからっていう、なんかその文脈となんか結構ちょっと近くて、ボニークで調理したものを食べてみたいなみたいなのあるんだけど、ボニークを使わなくても鶏肉を美味しく食べれるっていう条件があってですねまあだけどね、あの、出張続きで仕事が立て込んでいて、ダメージの大きい周平さんのね体を
ボニークで修復っていう。でせっかく修復したのに、もう寝ながら浴びるようにお酒を飲んでしまうというダメージがでかすぎる得点したのに失点してるっていういやそれでなかなかね、ちょっと放送がご無沙汰していたんですけどっていう言い訳自体をネタにして割と分厚めのトークにしてましたけど面白いなと思ってあれももじもじだらだらもあえて逆を取ってその喋りのスタイルにしちゃうみたいなことを、まあ、しげさんはやってるわけですけど、普通その間が空いちゃったこととかあんまり、そうですね、なんかこう何かしら後ろめたいとかで、冒頭の言い訳とかって、まあ、あんまりその普通の他のシーンではない方がいい、ない方がいいと思うんですよ、言い訳とかだってさ、そのスタイフの放送とか、まあなんていうの、主婦さんの自由じゃないですか、頻度だって。早くやれよと、なんで今日もやんないんだよっていうことは誰も言わないから大丈夫なんだけどさでもそれをさ、あえてさ、いや空いてしまいましたそれを分厚めにしゃべるっていうねその言い訳ももじもじだらだらしてるもんだから割と分厚めの話になっててまあなんで、頻度が低くなって時間が空いてしまったかを割とゆっくりしっかりめに喋ってるっていうの自体が割と笑っちゃう話というか新しいなとなんだろうな、普通なんかのスピーチとかプレゼントとか何でもいいんですけど、スタイフ以外のおしゃべりで喋るシーンで、いやちょっとこういうことがありまして、なかなかこういうことができなくてとかっていう頭にそういうの入れるのは全くいらないなと思うんですよ、逆に。いいから久しぶりだろうがなんだろうが要件はってなると思うんだよねお仕事とかだったらまあお仕事まで行かなくても人付き合いでも何でもそうなんですけど、いやそのもう過ぎちゃったことどうでもよくないですかっていう。だけど本人的にはなんかある程度言い訳を建前として頭につけてから、ちょっと勢いつけて喋るっていう風にしたい感じなんですかね。でそれなんかこう多くの場合いらないなって思うんですけど、これ周平さんずるいよな、やっぱ立て付けがな、もじもじだらだら喋るという放送なので、久しぶりであること、あ、友人さんおはようございます久しぶりであることに対しての言い訳をもじもじだらだら喋れたらちょっと笑っちゃうっていう普通あんなに分厚くして言わなくてもいいのに笑っちゃうね、なんかね、面白かったあ、おはようございます。友人さんの昨日のご家族自慢は本当良かったですね。ちょっと冒頭に分厚めに喋ったんで、よかったら後で聞いてくださいはい、そうで、そのやっぱりその前くんがさ、みんなの放送が楽しみであるということで、昨日全員揃ったよね、多分アポロマンも周平の夜間学校、友人のつぶやき、あれもう一人だっけ、それで全部だよね。そう、前くんの昨日の放送でみんな褒められたもんだからっていう、ね、全員集合して、でしかもその
久しぶりの人も、まあちょくちょく上げてる人も、まあ数日ぶりぐらいの人も、それぞれやっぱりなんか、全くん一人が聞いてくれてると思うだけで全然多分気持ち変わると思うんだよね。全くんがさ、もう一人一人名前呼んで、さ、そうだ、直くんの話もそうだね。直くんって言ったもんね。直くんも最高ですとか言って、直くんもいいと思いますとか言って、いや本当にね、改めて全くんがモンテサク先生最高です、いや最高かよと思いましたよ本当に。そんなことね、いや俺めちゃくちゃ自己肯定感高いんで最高だと思ってんです僕だから全君が言わなくても俺は最高だと思ってるんだけど、なおかつそれに対してあえて善がモテサク先生最高ですって言われた時に俺はめちゃくちゃいい気分だっただから言って損はないね、やっぱりね、その身内とか近しい人とか最高だよ、すげえいいよって言い続けるって、昨日前回人間関係について言ってましたけど、好きな人をどんどん増やして、まあなんだろう、その周りでやいの言う人がもしいたとしても、まあね、小学生っぽいよね、あいつ、お前はあいつのこと好きなのかキモいなみたいな、わかる、そのノリね、ノリっていうのか、でもそんなキモいなとか言ってくるお前のことも俺は大好きだっていう、全のところの深さねいや言ってないかもしれないけど、多分怒ってないんだよね全はね、いやそんなこと言うなよと、俺はあいつが好きだしお前も好きだし、だからもう完全に満たされてるやつの包み方の丁寧さねで順番にこう中島明さんのが順番にさ、直くんのも面白いし、友人さんのも深いし、周平さんのもじもじ誰だろうも面白いしみたいな、モテサクさんが最高だしみたいな、まあそんな中でも中島アポロマンはもうなんか一番好きですねみたいな確かにアポロマンの話は一番リズムあるからね、ほなまたっていう、あの最後になんていう、あれ決め台詞なんですか、わかんないけど、ほなまたって、あの瞬間を聞いただけで全てなんていうか報われるというか、だってさ、まあ1分の短い話の時もあれば5分10分の時もありますけど、いずれにしてもどうでもいい話をしてるんですよこっちでどうでもいい話をアポロマンはしてるわけじゃないですか、こっちはさ時間を使ってどうでもいい話をわざわざ聞いてるわけですよ、これ何なんだろうっていうね、何も生まれてないよっていうまあこれほど贅沢な時間ってあるんだろうかっていう、まあその放送ですよ、でも最後にほなまたって言われたら、またお願いします、どうでもいい話でお会いしましょうって言われたら、もう次が楽しみでしょうがないよね全て報われるよね、途中どんなどうでもいい話をしてたかはもうもはやどうでもいいですもはやどうでもよくて、ほなまたアフロマンのどうでもいい話でお会いしましょう、いやもう最高だよねいやそれはね、善が一番好きってのは非常にわかります、
んですか、やっぱ西の人のおしゃべりのノリなんですかね、ゼン君のとアポロマンは。あの北国に行くほどね、口数が少なくなってボソボソしやすいという、あの東北弁とか言いますけど、どうやらやっぱり東陣営はあのダラダラ系が多いですね、どちらかというと。俺も周平さんも友人さんも基本的にはなんだろうな、ノリとかリズムとかよりもあのなんとなくダラダラ喋るっていう、ただ中身は割と人情味を大事にしてますっていう、そっちの路線ですかね。まあその西には西の人情があるんですけど、まああと奈緒くんもそうだね、奈緒くんもゆっくりめですよね。マポロマンとゼン君のこう西のノリっていうんですか、あれはね、ほんとスカッとするよね、聞き終わった後にね。ゼンは本当にだってスプリントテクニックを学ぶ話と途中一個も出てこなかったなっていう日も必ず、これからも最高のスプリントテクニックを学んでいきましょうバモスって言うんですよ。あれ最高だなと思ってて、あの最後のオチの言葉っていうか、なんていうか漫才でいくと、もう必ずね、必ずもうええわで終わるみたいな、あのそのもうええわがちょっと無理やりでも、あのあなんか見てよかった、終わりましたバシバシってなるっていう、あのリズム欲しいんですよね、あれに似てんのかな。スプリントの話一挙一個もなかったけど、スプリントテクニックを学んでいきましょうバマを言われたら、いやそうしようってなるっていう。うん、締めがいいんでしょうね、西の方の。そしてアポロマンもほらまたって言われたら、いやもう次が楽しみでしょうがないという、一方東の人はそのなんていうか、アップされたらじっくり聞くけど、次いつだろうっていうふうには俺はあんまり思ってないかもしれないですね。友人のつぶやきはつぶやかれた時に、あつぶやきが聞こえてきたぞっていうふうに受け取っていて、次楽しみだなみたいな感じにはあんまりなってないんですよ。直くんもそうだし、周平さんのもじもじ系もそうなんだけど、だからあれですね、西の人は連載に向いてますね、なんかね、次を楽しみにさせるってすごいことですよね。ということでね、まあ昨日のユジンさんの身内びいきがめちゃくちゃ気持ちよかったっていう、あのいや改めてあの我がサロンではですね、新しい文化をこう世の中に広げていくいけるとしたら、あの身内に関してはこう謙遜してこうちょっと下げ目に喋るっていう傾向があったところを、あのこれ裏返して上げ目に喋っていって、その方があの世の中明るくなるんじゃないかという、新しい文化を作っていきたいなという、そんな話からしたんですけど、まあこのサロン自体がね、僕がサロンメンバーという身内をひたすら上げるというねことをや毎朝朝礼でやっていきたいなと思っております。ということで皆さん、今日はね、誰と笑いますでしょうか。朝からね、皆さんの放送で笑わかしていただきました、本当にありがとうございます。周平の言う冒頭の言い訳とか本当笑ったな、なんか全くいらんなと思いながら笑っちゃう、そんな言い訳いらんなと思いながら笑っちゃうっていう、だからむしろもうもじもじトークであるという
立て付けの勝利ですよね。何言っても笑っちゃうんだから。そんなわけで今日も皆さん良き一日を。それではじゃあね、ゆうじんさんありがとうございます。